元巨人の桑田真澄の次男で音楽家の M アット T、マットのインスタグラムに投稿される自撮り写真が、トラウマレベルに恐ろしい、と話題だ。2月5日に投稿された最新のインスタグラムでは、舞妓さんと楽しいお食事会でしたと、京都の舞妓さんとのツーショット写真をアップしているのですが、M アット T の目が舞妓さんの2倍はあろうかという大きさで、肌も白くてツルツル。CG で作られたような姿をしているんです。ネットウォッチアーツ、そのマネキンのような写真を見た人たちからは、不自然かつ不気味だ。ここまで来るとちょっと、もはやサンダーバードにしか見えない、といった、驚愕の声が上がっている。ブライダルモデルの M アット T は、もともと目鼻立ちくっきりで、父親には似ても似つかない。2年ほど前にテレビに初出演を果たした際も、その端正すぎる顔立ちが話題になったほどですが、たびたび言われる整形疑惑については否定しています。ただ、インスタではすべての写真がかなり加工しているようにしか思われないほど、作り物感が半端ではありません。前でネットウォッチアーツ、テレビ初登場後、一時は物珍しさからバラエティ番組などにたびたび登場していた M アット T だが、しばらくしてぱったりと見られなくなった。バイキング、フジテレビ系で坂の上忍に辛口で評されたことに対し、激怒ツイートを連発したり、料理バラエティ番組に出た際には空気の読めない態度で共演した坂井清少に苦言を呈されるなどして、どうやら自分がテレビには向かないことに気づいたようです。ナルシストでプライドが高く我が道を行くタイプともっぱらですから、ある表、父親譲りなところもあるのでしょう。芸能記者、さぞ可愛が